疲れ様です。アイスファクトリーのアンドロイドの動画にお付き合いいただいております。今日もね、しょうもない飲み動画お付き合いいただいておりますピーさんです。はい、どうもお疲れ様です、ね、日本一無駄な時間にお付き合いいただくバイク屋動画といっても過言ではありません私個人的にはこの無駄な時間を無駄な時間を大事にしていただきたいと思って生きておりますんで、しばしお付き合いいただけたらと思っておりますよ、はい、お願いします、はい。ピーさん、どうすか、年末年始はどんな感じでお過ごしになりましたか。まあ、ね、寝正月でしたね。寝正月、ね、いや、でも最近、そうね、なんか、どうも豪華に旅行とか皆さんね、相変わらずの U ターンラッシュとかって、まあ、すごいですね、渋滞のラッシュとかも聞いてましたけど、寝正月の人も多いよね、うんうん、うちなんかもうすごいですよ、もう寝っぱなしみたいな寝っぱなしだった、まあ、なんつうかほらね、うちなんかどっか遊び行く資本金もないしかみさんもやっぱりね、あのお仕事持ってるんで、うん、なんつうかこう年末年始ぐらいのんびりしたいわみたいなことあってね、うちはね代々、大晦日から元旦にかけて、はい、もうまあ仲間内とかね親戚集まって、なんで我が家なのかわかんねえんだけどさ、なんかもう一日中だから、うちなんかはあれよ、うちの家系の女子は、ええ、うちの家系の女子はっていうかさ、義理姉なんかも来るんだけど、はい、義理姉も仕事持っててさ、はい、まあ大晦日ギリギリに来るもんで、うちのかみさんだけが一日中こう料理とか作って、ああなるほどで、ただまあかみさんもゆっくりしたいもんだから、三が日ぐらい過ごせるぐらいの料理作って、ええ、で仲間うちをウェルカムしてってね、はい、でそんな感じの寝正月なんですよ僕なんかね、うん、もう俺なんか本当正月なんかもうぐーたらして何もしねえから、うん、いやそんな正月だったんですけど、だから神さんがね、 P さんご存知ですかね、うん、あのテレビ朝日が誇るモンスターコンテンツ、は、テレビドラマ相棒、うん、はい、ご存知ですか、あの水谷豊さんが、うん、主役をね、はい、ね、敏腕の切れ者の窓際かと思えた、なんかコロンボみたいなイメージもあるのかね、あれってね。そうなんですかね。うちの神さんすげえ大好きで、もう年末年始なんかもう相棒、相棒相棒、ああ相棒相棒相棒ですよ、はいはい、本当に。でもう録画しまくってさ、まあ、とにかく大好きで、まあ、俺も好きだけど、まあ、そこまでっていうね、うん、神さんもまあ大好、神さん大好きなもんだから、で年末年始なんかテレビ朝日なんか再放送だの踏んだのつってさ、やってましたね、まあようやっとるんで、でまあ録画なんかもして見るもんでさ、はい、ただ1月の1日ね、うちなんかも大晦日から元旦にかけてつって、はい、で元日僕テレビなんかふっと見てたらね、相棒元日スペシャルなんつって CM やってるわけですよ、はい、おやおやと、まあ、神さん大丈夫かなと、うん、これねしっかり録画してあるはずだろうなと思ってね、で、まあ、2日3日なんかもなんか再放送みたいなのやってたのかな、ただ元日スペシャルって CM 見ちゃってさ、神さんに教えといてあげないとと思って、はい、いや録画はしてんだろうなと思ったけど、これが録画忘れてたらさ、大変な問題になっちゃうわけ。そりゃそうです。後でこっちにとばっちりが来る可能性あるから。なるほど。相棒の元日スペシャルやるんだってよって神さんに声かけたらさ、神さんがさ、あ、相棒、元日スペシャル、まあいつやんのよっつって。いや元日スペシャルは1月の1日じゃねえかっていう感じでね、まあ。お後がよろしいようで、ありがとうございます。いやあのね、僕も相棒好きで、でまあね、正月っていうまあ1日は僕のかみさんの実家に帰るわけです。うんうんうん、で予約を入れてったわけです。うん、そしたらね、なんかね取れてなかったんですよ。うん、なんかそれは大変じゃん。停電が発生しました。うん、ああそれは大変だね。えらいこっちゃと。うん、だから僕その元日スペシャル。うん、見てないんです。ああ、元日スペシャル見れなかった。見れなかった。うん、それは偉いことですよ、ね。
お後はよろしい。いや全然何の話やねんって、はい、いやいや、あの今日は本題、これから本題こう今日の本題そんな話じゃないんですよ、皆さん。何ですか、はい、またあの2020年に、はい、突入しましてですね、はい、2019年の集計が今速報で入ってまいりました。去年もね、同じ、話をさせていただいたんですけども、はいはい、実は、2019年の集計が出まして、なんとですよ、Pさん、はいはい、2019年差し入れビールいただいた本数バイク屋部門日本一2年連続でありがとうございます。またしこもう一回いきましょう。2年連続で日本一を獲得したというね、去年ね、この動画をやってるんですよ。ご存知でした？ご存知でしたかね。これがね、すごいですよ、ビールの、まあこう、ご覧いただいてもお分かりいただけるように、これね、でもあのちょっとお年賀でいただいた分もあるんで、はあ、ちょっとね、あのかさ増しはされてるんですけど、はいはい、もう本当、もう2019年、1年を通じて、はい、あのたくさんのビールの差し入れ、頂戴いたしました、はい、まあ、もちろんビールだけじゃないんですよ、はい、いろんな差し入れいただいて、ただ、なんでしょうね、うちにビールがこれだけ集まる理由、それは後ほど検証していきたいんですけど、はい、めでたく。2019年の年間を通した本数っていうのがね、はい、日本一に輝きまして、はい、まあ、あのバイク屋さんがビールをいただく本数が日本一ってことはもう世界一と言っても過言ではないんじゃないかなっていうぐらいの ね感じだとは思うんですけど、あのまあ2位にね、あの5万本の大差をつけての1位ですね。それどこ情報？いや、どこ知らねえか分かんないです。それ、うん、その2位の店にも興味あるけど ね、うん、まあ、あのそういった形でね、おかげさまで2年連続の日本一を獲得いたしましたというようなお話になっております。ります。なんだろうね、うちにこのビールが集まり始めるきっかけみたいなのって何だったじゃろうかいねっていう。だから飲み動画だからでしょ。うん、さかのぼればね、なんか飲み動画なんて言ってまだチャンネル登録者数も少ない時に、やはりうちのあの伝説の男、あの方が、ビールを行ったり来たり、ね、きっかけってそういうことだよね、そうですよ、あの、はい、うちの仲間さんであのお兄さんと呼んでる方がですね、うん、なんかでっかいバイクで行ったり来たりしてるんですよ、なんか。なんだろうね、で隣のラーメン食べに来た人なのかな、なんつってね、言ってて、うちの若手なんかもね、あの、3人ぐらい遊び来てたのかな、で、まだ動画なんかね、やり始めて間もない、そうです、そうです、まあ、チャンネル登録者数なんていうのもそんなない頃に、突如現れたお兄さんが、なんかビール抱えて入ってきて、うちの若手がどよめいたというね。すげえ動画っつってあれを動画でご紹介してからなんじゃないかな、うん、なんとなくこう、あのお店リアルに、あ、覗きに行けんだみたいな ね、うん、そ, うですね、その時になんかこう、あ、差し入れでも持ってきゃなんかね、ビール好きの親父が喜ぶんだみたいななんか変なイメージついちゃったいや別に変なイメージ、変なイメージじゃないんだけど、大丈夫なの、あいつな、ビール出し、ビール持ってけ、喜ぶんだろみたいな、なんでも言わねえからみたいなちょっと、まあまあまあ、いや喜びますけど、いやそもそもね、あの、まあ、最初のそのね、お兄さんの差し入れもすごくありがたかったんですけど、後々やっぱりだから言ってるのは、いや手ぶらでいいんですよっつって遊び来ていただくのにね、ただなんとなくこう、でも大人がこう商売やってるところにさ、あの飛び込んでって、うん、遊び来たよって手ぶらじゃ来にくいんじゃねえかみたいなところもあるわけでしょ、うん、あんまお気を使わせてはいけないなということで、うん、ビール持ってきゃ喜ぶんだあの親父はみたいなキャラクター作りっていうのは僕にもあるわけですよ。それをもうあえてね、あ、うん、あ、なあな、ビール持ってきゃ喜ぶんだよ、で遊び来たよ、ほらビール、あー、うわーいみたいな、もう誰も傷つかない多分ね、多分、いや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 、ウィウィンの関係でしょうか、そうですねお客さんは来やすいね、お仲間さんは遊びに来やすいね、僕はあのビール買わないで済むとウィンウィンな感じ、しかも忙しければビールだけいただいて、すいません忙しいでっつってあの
ろくにあのお話もできないっていうね。お話もできないよ、お仲間さんが、すいません、あの過去に何人かいらっしゃいましたので申し訳その説は申し訳なかったと思いますけども、しょうがないじゃん、だってリアルに仕事してるんだから。まあそりゃそうですね。それはもうあの、ね、あのタイヤ変えてとかオイル交換してっていうおじさんおばさん優先にはなりますよね、いや全然いいんですよ、そこはあの僕が忙しくてね、あの店頭あのてんてこまいしてるときはまあ、何いいんだいいんだ構わないでなんつって言ってくれる方なんかも大勢いてね、でそこあのちょっとお時間余裕ある方なんか待っててもらうと僕も手すきになった時にはね、はいはい、お話しさせていただいてコミュニケーション取らせていただくみたいなことやっておりますんでね、ぜひまあなんていうかこうお時間に余裕ある方はねお気軽に遊び来ていただいて、で別にあのこういうのも僕ねあの、まあ、正直、まあ、冗談とまでは言わないですけど、そんなあのうち遊び来るときはビール持ってきてくださいって言ってるわけじゃないですからね、そうですね、こうやってねお持ちいただくの本当ありがたいんですけど、はい、まずこう人が集まることとかね遊び来ていただいてなんぼっていうところがあるのでね、ぜひお気軽に遊び来ていただいて、はい、まあ、旅のノートもあるじゃないですか、ちょっと皆さんそれノートいつかもらって、はい、遊び来ていただいて ね、 そうですね、こういう旅のなんかこういうのはあれだよね、ペンションとかに昔あったやつじゃないの、なんか旅のね、ありますあります、ノートみたいなのをこう書いてってもらって、ね、もうカップルでツーリング来た時でもね、こうイチャイチャしてるようなの書いてもらうのかもういいじゃないですか、いいですなんかもうイアンバカーンみたいな、お前が全てだよみたいな、ね、君の瞳に恋してるみたいなの書いてもらって、であの後別れるみたいなそういうそういうエピソードも聞かせていただいて、昭和昭和だねこれね、本当ね、本当いや昭和ってこんなんばっかだったんですよ、面白い、ね、まあね、古きよきって言ったらまたね若手に怒られるかもしれない、ええ、こういうコミュニケーション楽しい、今何でもかんでもほらスマホでさ完結しちゃう、ね、味気ないよ、ですよね、昔はだって仕事の依頼だってね、駅前の黒板に XYZ って書いたんだから、さそれは違う、それはあれでシティ今サイバー療法じゃない、今どこに頼めばいいんだ、だって今黒板ないっしょ、駅にないでしょ、黒板ないじゃない、ないないない、そんなもんスマホで XYZ なんつったらもう履歴残っちゃうからバレちゃうじゃん、ですよね、いや何の話してる、危ない危ない、何の話してるね、でまあそれでうちはあのちょっとこのデジタルな時代に、はい、あえてこうリアルにね膝突き合わせて、ね、はい、まあ、この間あの娘の彼氏には膝入れちゃいそうになっちゃいましたけど、それいい膝突き合わせてね、あのまあなんだろうな、別にこうバイク屋いいんじゃないですか、気楽に遊び来てもらって、別に選手が忙しそうにしてたら、ね、うん、つってね、あの店の中でコーヒーでも飲むと、ああ、バッグやねみたいな、そうです、そうです、そうです、で、僕も手すきになりゃお話できるんで、ちょっと、最近どうすかみたいなね、うん、どうすかって、だって俺、本当にさ、どうなんだろう、うち、こうそうは言っても、あの冷やかしで変な人来た試しがないのよ、うん、この動画始めて、こういうこと言い始めて、はい、お仲間さん、たくさん遊び来てくれて、はい、ノートいっぱい書いてもらって、はい、ちょっとあのお引き取りくださいって言ったことがないのね、うん、でもそれ言っちゃったらダメでしょ、違う違う違う、よその動画なんかではさ、なんかこう人気が出てきて、はあ、非常に冷やかしの人に困ってるみたいな話をよく聞くわけですよ、なるほど、でうちはその被害に遭ったことないから、はいはいはい、あなんかあんまり俺も言い過ぎるとそのうち変な人来て、うん、なんかあちこち写真撮りまくりの工場で仕事してるのちょっと邪魔されの、あえおいえおいみたいな、どんな店よこらみたいな、ね、そんなちょっとやからみたいなの来たら俺はどういう対応すりゃいいのかなとかさ、ちょっと普通に、ね、あんまり能天気に考えてるわけでもないんだよ、あの普通に常識わきまえてる大人の方が遊び来てくれれば、はい、あの今まで通りだけど、うん、変な人来たらみたいなところはもちろん、あ、うん、まあね、そうですよね、なんですよね、どうしようかね、変な人来ちゃったら、どうしましょう、うん、でも変な人ってどんな人、うちで困っちゃう人って、変な人、うん、うちで困っちゃう人、うん、まあ、P さんみたいな人かね、変な人でしょ、だから夜だけ来て酒だけ飲んで帰る人、そうですいや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 、じゃなくて昼間の営業でね、うーん、まあでもね、うちの動画見てくれる方なんていうのはそういう社会常識身につけてる方ばっかりだと思うんで ね、まあ、でね、まあ大丈夫だと思うんですけど、変な人来ちゃったらね、それ
はその時にあのきちんと僕も対応させていただいて、はい、また動画のネタにさせていただくという転んでもただでは起きないというね、まあそんな感じではありますけども、まあそうですね、そうなんだよね、まあ、これからどうなんだろう、ちょっと動画の方も一生懸命やってってそのうちあんまりあれかな、調子に乗ってると痛い目に遭うぞみたいなことあんのかな、あんまり想像はしたくないけど、まあ備えはしておかないとなとはまあ思ってますけど ね、まあ、ね、なんでこうビール差し入れでいただきましたっていう話からここまで展開するのかよくわかんないですけどまあ、まあ ね、 備えあれば嬉しいですよ、うん、そう気引き締めてってね、また、まあ、楽しくねお仲間さんの輪を広げていきたいっていうだけの話ではあるんですけど、すよね、ええ、ただまあなんかこう動画なんかとか SNS ツールで使ってると言われなきバッシングみたいなものもあるなぁとは実感してますんでね、気をつけていきたいなぁとは思いますけどね、変な人来たらねもうすぐ警察に電話しちゃうあ、それいいですね、もし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 ってね、ええ、うん、そんな感じかな、ええ、そんな感じなのかな、どうなんだろうよくわかんない、その対応の仕方がちょっと一回だから変な人来てくれたらシミュレーションもしやすいのかなと思ってでもできれば来ないでほしいしな、でしょ、それはもういいな、もうね、あの楽しいね、大人の人とねお話がしたい ね、 ですね、面白おかしくね、そう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 、うん、まあ、今のところあのそういう方しか来てないので僕もね、まだちょっと想像力が及んでないとこありますけどね、うん、万が一来てしまった場合には、うん、その時考えればいいじゃないですか、うん、ね、そうね、うん、もう出たとこ勝負よ、うん、うん、お引き取りくださいお帰りいただいたのは塩まいで塩シャッつってそんぐらいそんぐらいよね、いやいや、もうあの別にこんなこと言ってますけどね、あの今までそんな人来たことないんで、そうですねまあまあご心配なく、一応だからね、どんな店遊び行ってみたいんだけどっていう、ね、あの思ってる方ちょっとねこう勇気を振り絞ってね遊び来てもらって足運んでもらえれば、まあ、変な人が来てたらこの店主が責任を持ってつまみ出しますんで、お任せください、はい、あの僕の手に余るようであればすぐ警察呼びますからこれ、あ、これはこれでダメなんかな、うん、そうですね、ええ、昔あの水商売やってた頃にあの警察呼んだらプロなんだから自分でさばいてよっておまわりさんに言われたことあって、社会の正義はどこに行ったと思ってね、本当にね、そんなもんヤクザみたいな暴れてんのにさ、なんとかしてくださいよって思って、おまわりさん呼んでさ、ね、警察呼んだのに、プロなんだからさ、ええって言われてさ、じゃああの、プロなんだからちゃんとさばいてください、ええ、そうです ね、まあお任せください、ええええ、すぐ警察呼んじゃう何の話やねんということです、まあそうですね、はい、まあ、2019年ですね、はい、めでたく、ビールの差し入れをね、ええ、たくさんいただくお店バイク屋部門で日本一2年連続で輝いたというお話でございました、はい、ありがとうございます、この動画にお付き合いいただいて応援していただけたらありがたいなと思っております、はい、この企画曇りなき窓この辺見届けよう、はい、もう別に手ぶらでいいんですよ遊びに来てくださいね、はい、お疲れ様でした、お願いします。